こんにちは、京都大学の矢野です。見てもらったら分かりますようにパワーポイントはありません。私は、携帯も持ってないという、もうそういう世界から、遠慮い人間ですから、それで、パワーポイントがないっていうことは、逆にですね、文章をいっぱい書いてきた、資料集世界市民、地球市民、宇宙市民って書いてます。かなり長いもんで、ここで読み上げていくなんてことはしません。むしろ時間内にうまく収まるかどうかわからないので、うまくいかなかったら帰る時に読んでみてくださいっていうことで一応書きました。それで、話は世界市民の形成に向けてってことを考え、教育っていうのはもっと本気になって考える時代に来てるんじゃないかみたいなことを話してみたいと思うんですが、そのためにですね、大体この2000年ぐらい の世界市民に関する関わる思想のをですね、20分ぐらいで話しするというとんでもない荒技をこれからやってみようということですね。なんか聞きながら何だろうと思ってる間に時代は100年ぐらいポンと飛んでいくというとんでもない話になるかもしれませんけれど、それでまず私が世界市民とかってことをなんで考えなくちゃいけないかってことはなんですけれど、その今まで南部先生なんか丁寧にグローバリゼーションの説明されましたけれど、だから今はとても世界史で考えた時にというより、世界史っていうのが成立し本当にした時代なんですね。今日もスペインでテロがありましたけれど、そんなことがあっという間に分かる。例えば今から200年ぐらい前にですね、カントが永遠平和のためにっていう本の中にどこかで起こったことはすぐに伝わって我々に分かるんだみたいなことを書いてて、その世界でどこかで起こったことが我々に分かるんだってカントが書いてる時にはですね、きっと何ヶ月もかけて分かるんだっていうことだったんだろうと思いますけど、今や一瞬のうちに分かる。で、一瞬のうちに分かるってことはですね、世界が初めて一つになった、もう本当の意味で一つになってるわけです。で、その時にですね、世界で起こってること、グローバリゼーションってことで起こったことは、戦争やテロ、あるいは金融危機、あるいはですね、環境破壊っていうふうなことを考えたときに、この3つを考えたときに、そのどれもがですね、もはや国民国家の範囲ではどうしようもない、要するに一国では何の解決もできない。だから一国でできないってことは他国との関係を持たなきゃいけない、そういう時代にこうなってきた。それが一種のこう極限状態に今あるんじゃないかっていうふうにこう考えるわけです。それでそういうものを強固の形で作り出したのは経済のグローバリゼーションだろうと思いますけれど、経済のグローバリゼーションはですね、私から見るとそれまで地域が持ってた特殊なですね、人間の関係を破壊していく、貨幣がどんどん浸透していくわけですから、全てがですね、貨幣の関係に置き換わっていくような、そういう世界なんだろうと。その地域の中でですね、私たちっていうことを作り出していく、それぞれのアイデンティティをですね、これまた破壊していく。で、それは片一方ではですね、地球規模のある意味で人間のですね、普遍化みたいなことが実現されていく。だから大事なのは二重で考えることです。これまでにない形で世界の統一と普遍化が実現された、これは人類史って考えた時にはとても優れてる。でも、もう片一方でそれぞれの地域にあった個別性が破壊されてる。この事柄はですね、南部先生が出してくれたものと関係してますけれど、片一方でですね、地域のアイデンティティが破壊されるわけですが、改めて我々っていう形でのアイデンティティをめぐるですね、失礼、
ちょっと喉の調子が、今一つ、良くないもんですから失礼しますが、一方でですね、ナショナリズムがこう高揚してくる。だから面白いの、面白いというか重要なのは、片一方で普遍化が行われると片一方でナショナリズムが高騰してくる。それ宗教的原理主義がこう台頭してくる。要するに境界線が不確かになるわけですから、境界線をですね、なんとかこう強固にしたい、我々っていうふうに しないと不安定になっていくっていうふうになっていく。もう片一方ではですね、グローバリゼーションがあって、こういうものをできるだけいろいろたくさん我々があるとですね、経済が一元的にパッと実現できませんから、できる限りこういうものをですね失わして、共通する原則を作りたい、両方の力が働いているわけですね。で、そのこっち の普遍化の原則の方はですね、その地域が持ってる個別性をこう失わせていく、まあ、この両方の力がこう非常にこう強固になっていく。でこれは教育の次元から考えるとどうなるか、どういうことかっていうと、この、こちらの方の普遍化はですね、全て経済のグローバリゼーションから考えるとですね、商品化に向かいます。だから、教育ってのは商品っていう世界からですね、非常に得意な部分を持っているのでなかなかできなかった。でも教育も商品だっていうふうにこう考えよう。そうすると教育のサービス化っていうことが行われていくわけですね。それ商品だとしたら、教育が実現している生産性は何かといった能力ですから、その能力はですね、一般性を持たなきゃいけない、普遍的な能力って形で、そういった意味でのスタンダード化が行われていくわけですね。だからこっちはそういった方向、商品化や標準化みたいなものが大変強固に出てくる。もう片一方でですね、それに対抗的に対して、我々を何とか作らなきゃいけないというわけで、国民教育 の逆の力がですね、急進的なものを作り出そうとする。な、日本でいやですね、道徳教育とか国家や国旗に関わるようなことがあるというのは、こういう対抗的な力の中で動いてるんだっていうふうにこう考えてみる。で、一見するとこの力とこの力は対立してますけれど、実は両方とも共通していることがある。何かって言ったら、両方とも同一化、純粋化に向かってるんです。で、こっちはですね、世界資本っていうか世界市場を同一化したいっていう動き、それこっちはですね、我々の内部を同一化することによって、内部にある不純なものを外に押し出す形で、境界線を作り出したいっていう形で、両方とも大変共通してるんだろうと。で、そういう時にですね、こういうもの、こういう動きに対して、こうして一方では国民国家をどう超えていくか、それからもう片一方でですね、多様な多元性をどういうふうに確保できる、そういうものを認める人間をどういうふうにして形成できるかっていうことが課題になります。で、それをですね、世界市民って呼んでみよう。なんか先生の前で字書くっていうのは、いつも緊張して書き順間違えると、市民の詩っていうのを書き順をいつも間違えちゃうんだけど、すごく焦ってしまう。昔香川大学で教員養成で字のところで授業やってたら、国語を習ってる学生から、先生違ってますよって言って指摘されて、ちょっと悲しい思いをしたことあるんですけど、というわけでですね、ここから世界市民というのを考えていくべきじゃないかっていうふうに思うわけです。で、まあその世界市民っていう考え方がですね、そもそもどこから出てきたかっていうことを、資料の2ページ目のところに、2ページ目か、2ページ目ですね、出てきます。世界市民っていうのはヨーロッパ西欧に生まれたわけですけれど、大きく分けて2つの源があります。一つはですね、ストア主義っていうか、ここに出てくるローマストア派
の考え方です。これはですね、ローマの偉さですけれど、帝国っていうのはこの形で言えば世界史の中で帝国っていうのは持ってる位置は多民族を認める形で帝国っていうのは成立するんですね。多民族を全部圧迫するなんて帝国にならないから、だから帝国っていうのは多様なものを必ず含んでる。それ含んだものの中でですね、どういった形でこれをこう 他のままではなくてそれを超えた次元を作れるかっていうことを本気で考え始める。それストア主義者は人間が全て理性能力を持ってる、理性能力を持つがゆえに人間はみんな同胞であるっていう考え方を初めて出していく。それこれが一つの流れです。そこでは人間のこう同一性ですね、人間ってのはみんな同一だからっていうふうに基づいてそれもう一つ重要な考え方が同じ時期に出てくる、ちょっと後ですけれど、それはキリスト教です。パウロ的キリスト教って言うんですけれど、イエスが亡くなった後でキリスト教者たちはみんなユダヤ主義者のまあローカルの一分子みたいな形でこう閉じようとしてた。そこへパウロがやってきてですね、パウロはそのユダヤ人っていう人種を超えた形でキリスト教を広めていく。だからパウロによって初めてキリスト教っていうのは人類の救済の神になるわけですね。だからそこでの原理は愛なんです。この2つの原理、こっちは人間が同一であること、こっちはの愛っていうのは同一であることを前提としない、だから他であることを認めた上での愛っていう形で の人間の、人類愛みたいなものが生まれてきます。でこの2つの流れの中で人は主義の方から、まあ、こっちも無関係じゃないんですけれど、カントが世界市民という考え方を出してきます。このストア主義もキリスト教もですね、生まれた時はヘレニズムの時代です。だからヘレニズムってのは習ったと思いますけれど、一種大きな帝国が一旦成立した瞬間ですね、それこういう思想が生まれていく。それこの中でですね、こっちの方を発展させていくのがカントです。カントは、の話をしている間に、もう時間が終わってしまったら大変だなと思いますが、ちょっと重要なのでもう知り切れとんぼになったらあと残りの進歩の後での時にちょっと説明させてもらいますので、突然の中断になったら文句言わないでしゃあないなと思ってください。後で話しますけど、少なくともカントの話はします。カントっていう人は永遠平和のためにっていう本をパンフレットですね、年いった時にもうカントの知性っていうのはかなりダメージを受けてた、高齢でダメージを受けてたって言われてますけど、この時ですね、カントはなんとか永遠平和の世界を考えなくちゃいけない。それで、その考える時の発想が とてもユニークでとても重要。それカントは人間はどうして生まれたかって考える。自然に人間のが生まれたことには意味があるはずだ。他の動物は自分たち の生まれた意味を一世代で実現するけれど、人間は何世代にもわたって人間の意味を実現するんだっていうふうに考えます。それで、
カントが考えたのは、人間の実現していくことっていうのは一種私たちが見た歴史を作っていくことだっていうふうに考え、人類の永遠平和っていうのは一つの極限の到達点です。でもそういうことはどうして可能かって考える。カントって人はなんかカントイコール理想主義みたいに昔習ったと思いますけど、そんなやわな人じゃなくて、とってもなんていうかな、優れた人間観察者。それでカントは人間を見ながらですね、人間っていうのは邪悪な存在だって考える。邪悪ですよ。で、生まれつきの人間っていうのは所有欲もあったり、他者を支配しようとしてたりっていうことで邪悪な面を持ってる。理性的存在にもかかわらずそういったものを持ってる。そういった人間がですね、人類史にこう生まれてくる。生まれてくると他者を支配したいわけですから、人間同士は戦争を行う。だから人類史の最初は戦争だっていうわけです。ところが片っぽに人間はものを考えますから、戦争し続けていくとこんな大変なことやっていくのはたまらないっていうわけで、法を作るっていうんですね。だから戦争が法を作る。それで法を作り、国家を作り、その戦争の力によってですね、最終的に人類の世界共和国を作っていくんだっていうふうにこう考える。だから世界史の駆動力はそういう人間の戦争なんだ、最終的には世界永遠平和なんだっていう、まあ考えてみるととんでもない考え方ですけれど、でもある種のリアリティをこう時代的にも持ってた。それでそういった向かうべき世界、それは国民国家がですね、それぞれの主権を放棄して、世界の共和国がこう誕生する。その時のカントの発想は多元的な国家論です。一元的に、だから片一方でカントが批判するのは世界王国はダメだっていうわけです。世界王国になると、せっかく多元的な形でこう競い合っていうことが人間を進歩させているのに、世界王国が一元化しちゃうとそれは人類史は止まっちゃう。だからどっかの国がですね世界を支配するなんてのはナンセンス。それは間違いで、多元的な形の国家がですねそれぞれの主権を放棄することによって出てくる世界共和国を目指すべきだっていうのがカントの考え方で、そこでですねそういった人を世界市民、そういったことを、それはある種の歴史の必然みたいな言い方を片一方で考えてるわけですから、メカニズムで動いていくわけですけれど、でも実際にはそれを実現していくっていうのは人間の使命としてこう現れてくる。だからそういったことをですね実現しようとしていく人間を世界市民というふうにこう名付けてですね、世界市民の形成をこう考えていくっていうのがカントの考え方です。それで、ところがですね、ここで大事なのはカントがそう書きながら、でも私たちが生きてる間に世界共和国なんてできないよって書いてる。それは理念なんだ、そんなものできないんだけどそっちへ向かわなくちゃいけないんだっていうわけです。それ実際にはできないから、やれることは国家がですね連合体を作って、その一国一国の勝手なことを振る舞いをこう超えていくような世界を作っていこう、要するに国際連合を作りましょうっていうのがこの時のカントの考え。ただカントが今でも面白いと思う、私たちにとって重要だと思うのは、できないけれどそっちへ向かいましょうっていう向かう方向を示したことです。ところがですね、カント以降の歴史はですね、そういう方向にはならなかった。それでかなり端折りながら話しますけれど、このカントの思想っていうのは無双だっていうふうにこう考えられた。で、何でか言ったら、カントの次の時代は国民国家が生まれていく時代です。ちょうどカントがいる時っていうのはフランス革命も行われて、アメリカ革命、フランス革命がありますから、国民国家が登場してきたところだけれど、まだそれが本当にどんな性格を持っているのかカントは見ることができなかった。ところがですね、
次の世代はそれを見て、国民国家っていうものが人間のこうを実現していく最大の意味ある共同体だっていうふうにこう考えていくから、人類とか世界市民とかっていう世界共和国とかっていう考え方は無層的で、まあ限定的なものとしてこう捉えられていく。ところがこれが再び復活し始める。なんで復活するかというと、第一次世界大戦の時に総力戦で、それまでの戦争の話で終わっちゃうかもしれないけど、南部戦争のところで国民国家が誕生する話が出てきましたけれど、国民国家っていうのは片一方で国民主権っていうものを作る。国民主権は何を生み出すかっていうと、国家を守る人間でなくちゃいけないっていうわけで、フランス革命はですね、義勇軍が生まれる、国民軍が生まれる、徴兵制が生まれる。だからナポレオンが強かった理由は、ただでたくさんの軍隊を作ることができた。その前は傭兵です。お金を出した兵隊たちが嫌々ながら戦争してた、嫌々ながらかな、適当に戦争してた。だから貴族も適当にシャンシャンでこの辺でやめときましょうっていうふうになったんやけれど、国民軍は国家を守るためにこう大変士気が高い。だから国民軍にしないと国民軍には勝てないんです。で、国民国家はですね、誕生していく理由の問題は、フランスの国民軍が支配された国は国民意識を高めていって国民国家として成立していくっていう問題とかかって、それで何が起こるかやったら戦争 の, テロ化が始まる。テロ化っていう言い方が変ですけれど、その前の戦争には規則があったんやけれど、この辺でやめときましょうって貴族は手を打つわけやけれど、国民国家の戦争は情け容赦のない国民と国民 の, 憎悪による戦いになる。だから終わりがない。で、何が起こるかっていうと、女子供は殺しませんとか、そんな話が聞かなくなっていく。その延長、今さっきの国民軍の延長に第一次世界大戦があって、総力戦が起こる。で、総力戦が起こった時に もはや戦争から逃れられる人がいなくなる。で、その時にやっぱり再び世界市民の問題が出てくる。で、世界で国際連盟が生まれる。でも、それで戦争は終わりだと思ってた、みんな、ヨーロッパ人は。ところが第二次世界大戦が起こる。第二次世界大戦は今度原水爆が出てくる。原水爆は国民国家のレベルをこう超えた形で人類の死滅って問題が出てくる。初めて出てくる。で、やっぱり世界市民論が出てくる。世界市民の教育が出てくる。日本 の, 教育、教育基本法の出だしを改めて読んでみてもらったら分かりますけれど、あそこには人類の福祉、世界平和って一番最初に出てくる。それはすごく生々しい形で教師たち、あるいは当時 の, 戦争をくぐった人たちにとってはすごく生々しい。だから、その生々しい形でそうであらねばって考え、その時に人類の福祉っていうことを考えられている思想は全て世界市民の形成と無関係ではない。だから、日本の思想史考えた時に、戦後教育学っていうのは世界市民の形成っていうことと大変密接につながってた。ところが80年代ぐらいになると、その戦争経験者たちがこう退職していく。それから片一方で思想界ではポストモダンって形で、そういった人類の進歩とかいったような、あるいは人間とかっていったような考え方っていうのはもはや時代遅れみたいな形に出てくる。で、再びですね、そういった中で世界市民的思想みたいなものが消え始めた時に、再び出てきたのがグローバリゼーション。グローバリゼーションの中で出てくるのはですね、それまで の, 戦争の問題にと関わる死滅と世界史の新たな可能性みたいなものとのこう関わり方と異質なものが出てくる。戦争でないもの、
何が出てきたか言ったら、地球環境で、このまま置いとくと地球は持たないっていうことがもうはっきりしてくる。だから国際 連合なんかの、ユネスコなんかからこう出てくる教育は持続可能な教育で、そこで今度は宇宙市民 ではなくて地球市民が出てくるわけよね。地球市民が出てくる。それでもこの時に思想として、教育思想として方向性は正しくても、今一つはっきりしてないのは、きっと人類史が向かうべき世界共和国の建設みたいなものの発想がない、発想がないんです。だなんか地球がこのままうまく環境破壊できないされないところで持続していけばいいよねぐらいの考え方でこう捉えられてるわけですね。で、やっぱここの環境の思想の水準がまだレベルとして浅いのは、ここまでで考えているのは人類が死滅するかもしれないっていう恐怖でとつながって作られているところだけど、ところがですね、もはや環境破壊のレベルはそのもう一つ向こうに行ってしまった。もう人類の死滅じゃなくて生命全体の絶滅の可能性を目前にし始める。で、そういった時、そのことを解決できる可能性は、そのもう一つ次元を上げなくちゃいけない。で、次元を上げた時に再びカントの思想みたいなものの世界共和国の可能性の方に向かう、そっちへ向きながら教育を考える。だからなんかそんな具体的な個別の教育ではそういうことは無関係だって思うかもしれないけど、そのそれぞれの教室の中でのそれぞれの事柄がどこへ向かおうとしているのか。例えばいじめっていう問題が出てきた時に、いじめ根絶っていうのための教育っていう言い方は僕はどうも不健全なんじゃないか。いじめを根絶するために教育するっていうのはどうもおかしくてですね、その具体的にはいじめをなくすっていうことがを通して世界市民の形成っていう方へぐぐっと引っ張っていくべきなんじゃないか、その両方つなげていくべきなんじゃないかっていうふうにこう考えるわけですね。なんか誰も止める人がいないので、大体ちょっと最後まで言ってしまいましたけれど、まあ改めてですね、後で飛んだところを埋めていきますので、一応これで話をしたいと思います。終わりたいと思います。どうもありがとうございました。